こんにちは、チョークトリオです。今日はチョークアートで桃の節句、ひな祭りのお人形を描いてみます。真夜中の大宴会、パリピなひな人形たちの賑やかなひな祭りをポップに描いてみました。それでは始めていきます。
最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でチョークアートしましょう。さよなら。